皆様こんばんは。鉄道考察系チャンネルのゆうぴーです。今回はなんとついに東海道線の新型車両の全貌が見えてきたかもしれない件について詳しく分析をしていきます。現在東海道宇都宮高崎線系統では2000年頃から製造が始まった E231 系統、2007年頃から製造が始まった E233 系の2種類が走っていますが、このうち E231 系に関しては現在車齢が約25年となっており、東海道線と似た境遇である横須賀総武快速線系統で走っていた E217 系は車齢約26年の頃から引退が始まっていることから、この E231 系はそろそろ引退するのではないかという噂があります。ただ横須賀線の E217 系は209系がベースとなっており、 E231 系と比べると若干車体の頑丈さは劣るものと思われます。よって東海道線系統の E231 系は現在車齢が約25年近くなっていますが、E217 系と比べると数年長く走れるのではないでしょうか。そして東海道線の E231 系の置き換えが行われる有力なタイミングとして考えられるのが2031年です。2031年というと羽田空港アクセス線が開業する時期ですが、羽田空港アクセス線は東海道高崎線系統と直通運転を行い、東海道線系統の車両の運行距離が伸びます。そうなると車両を追加で作る必要が出てきますが、この場合 E233 系や E231 系は登場からかなり年数が経っているため、既存の車両を増備するということはなく新形式を作るものと思われます。そして E231 系がちょうどこの頃買い時になると思われるため、ちょうどこの新形式を作って E231 系もついでに置き換える可能性があるのです。また羽田空港アクセス線に近い存在である湘南新宿ラインや上野東京ラインが開業した際も、ちょうど開業と近いタイミングで新型車両が導入されており、羽田空港アクセス線開業の際も新型車両が製造され、それによって古い車両が置き換えられる可能性が高いです。つまりちょうど2030年か遅くとも2031年頃には東海道線系統の E231 系置き換え用として新型車両が入る可能性が高いわけですが、なんと先日 JR 東日本公式より5年後から10年後をめどに JR 西日本と部品を共通化した車両を導入するという情報が発表されており、おそらく車両の規模的に考えて既存の車両を全て西日本と部品を共通化するというわけではなく、西日本の車両と部品を共通化した車両を新たに設計するということでしょうから、ちょうどこのタイミングで E235 系の次の形式あたりの新形式が登場する可能性が高いです。そして5年から10年後というとちょうど2030年前後となり、羽田空港アクセス線開業のタイミングと一致します。またそもそもの話、5年から10年後に登場する新型車両となると置き換え対象は E231 系列または209系列の本格置き換えとして製造されることになるでしょう。もしそうであれば羽田空港アクセス線の開業以前に東海道線の E231 系の置き換えが行われるのはほぼ確実となります。以上のことから今回の情報に変更がなければ2031年前後に東海道線 E231 系の置き換えが行われるのではないでしょうか。以上、東海道線に JR 西日本と車両の部品を共通化した新型車両が間もなく入る可能性についての分析でした。皆さんは今回の説についてどう思いましたでしょうか？ぜひコメント欄でご意見、ご感想を教えてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。